皆さんこんにちは、フラミンゴです。今日は、新橋2軒目なんですけども、以前の動画で出た、お店のスタッフの方がちょっと紹介してくれた美味しいよっていうお店に行ってみたいと思います。混合って何ですか？混合って一つの串に6種類の肉が使われてる。それを2つ、これは塩でいくか、塩でいくか、塩で、塩で、はい、あとハツ、ハツと塩で2本、あとレバー、レバーはタレ、タレで2本、はい、2本。つくね食べたいな。はい、これは2本塩からいい、どっちがおすすめですか？塩もうまいです。あ、本当ですか？じゃあ塩で、とりあえずそれで、とりあえずこれで4種類で、はい、はい、お願いします。お通しだと思うんですけど、箸がないのかな、串がね、2本ついてきました。これが混合です。何がね、6種類あるんだろう。ちょっと食べながらね、確認したいと思います。1本目、混合が出てきました。でっかいね。いただきます。うん、一番上はハチだと思う。うん、おいしい。次はね、なんだかわからないな。歯ごたえがいいから豚軟骨とかそういうとこなのかな。食べたことないかも。おいしい。うん、うん、3つ目ももかな。うん、いい。6つ目は多分豚バラかな。うん、脂身があっておいしい。なんだろう、レバーかな。おいしい。すいません、ミックスって何、6種類って何が入ってるんですか？上からハツ、タン、鶏の胸肉、サンプル、豆、レバー。豆って何ですか？腎臓です。腎臓、はい、はい、レバーです。豚レバーだと思いますね。レバーです。これもでかいね。美味しそう。いただきます。おいしい。柔らかくて美味しい。はい、ハツとつくねです。これもね、美味しそう。これはね、お値段以上だね。はい、ハツです。でかい。これもでかいね。いただきます。うん、柔らかくてプリプリで美味しい。うん、塩加減が抜群。本当にお酒に合う。美味しいつくねです。これもね、自家製のつくねになってます。
まあ、あれが低減リターンだから絶対あれが塩でおすすめされる理由が分かる。すごいね、肉の味がねギュッてして、で肉汁がね食べるとねすごい出てくる。これうまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。 Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。